こちらになります。じゃん、じゃん、絶対パリでやるべきだと言われて、はい、ということなんですけど、はい、結構早くから将来は海外でと思われてたらしいですね。はい、そうですね、うん、はい、まあ、最初はなんかこうやっぱりアメリカでやりたいなっていうのがあって、うん、はい、うん、向こうのそういう逆輸入の寿司とかが僕はすごい好きだったんで、あ、はい、最初なんかもう、まあ、実際札幌でもそういうものを出してましたし、うん、で海外でやりたいと思った時にその、まあ、日本人シェフから友達の日本シェフから、まあ、パリでやるのはどうってこう言われて、はい、それでまあパリこう視察に行って、うん、行ったことなかったんだけど、はい、初めて行って、はい、初めてこうパリ視察行って、はい、まあ、その時ロスも行ってパリも行ったんですよ。へ、はい、でそのパリに行った時に、まあ、僕の一番こう仲のいい友人と、うん、まあ、その彼はこうアパレル関係なんですけど、で彼も何回もパリに行ってて、なるほど、でその彼と一緒に行っていろいろこう見て、まあ、こう物件とかも見て、はい、でまあ、そこでまあ今の、うん、と向こうで一緒にやってるそのパートナーにも出会って、うん、でやる、まあ、ロスでやる、ロスの話もあったんで、はい、まあ、ロスでやるかパリでやるかってこう考えた時に、はい、まあ、そのアパレルの友人が、はい、もうお前は絶対パリでもうやるべきだと、うん、でパリしか、はい、お前がやるのはパリしかないって言われた、まあ、はい、それはその友人に言われたんですけど、はい、もう何回もパリに通ってるそのアパレルの友人よりも初めて行ったタクさんの方がまるでジモティのようにスイスイといろんなところに、ね、はい、お店に入っちゃ食べて歩いてるの見て絶対タクさんはパリでしょうって言われたんですって、はい、そうですね、ね、まあ、今考えてもなんかこうね、うん、懐かしいっていうか、まあ2年、それは3年前なんでちょっと前じゃないですか。いや、そうなんですよ、うん、と僕はもう初めてパリに行って1年後にちょうど店がオープンしたんですよ。へえ、はい、だからまあそこもやっぱり海外でやっぱりやるってこうすごいハードルが高いことですし、はい、まあこういろんなこうなんかトラブルが出てきては解決しての繰り返しなんで、うん、やっぱオープンするまで2年とか3年かかる人も本当にいっぱいいるんですよ、はいはい、うん、まあ、そんな中でね僕はやっぱ1年でできたのはまあその彼の一言と、はい、まあ、今その向こうで一緒にやってるその僕のパートナーと の、まあ、まああれは本当に運命的な出会いだったと、うん、まあ、それはもう今でも思ってるんで、はい、うん、そんなの人づてで紹介された方が本当にもう運命的な出会いだとたくさんがおっしゃるぐらい本当にそのマッチングが良かった。その方は女性なんですけどお酒に詳しい方だそうですね。そうですね、もともと彼女が日本酒バーをパリでやって、はい、うん、それでまあもうね、作り手さんが本当に頑張って作ってる日本酒をパリでやっぱり広めたいっていうのが、はい、まあ、彼女のコンセプトだったんで、うん、その時に、まあ、たまたま僕と出会って、で、まあ、僕がどういう店を作るやってるかとか、まあ、そういうことも全く知らない で僕も逆に彼女がどういうことをやってるのかも知らない中での一緒にやりましょう、うん、じゃあ分かりましたやりましょうっていう、もうただその言葉だけだったんで、お互いビビビと来たんですね。そうですね、それでまあ一応僕はこういうことをやって、その寿司をね、トラディショナルなことをやってみやりたいっていうのがあって、はい、まあ、そこを彼女とこう、まあ、いろいろお話してって、うんうん、まあ、だからそんな中でも、まあ、そういう僕のやりたいことをやっぱり実現させてくれたのはやっぱり彼女のおかげなんで、うん、だからまあその日本酒の部分はやっぱりその彼女が僕の料理を食べて僕の料理に合うものを、うん、彼女がこうチョイスして、なるほど、日本酒のセレクトは彼女がしてくれて、はい、そうです。僕は向こうであの日本酒はもう本当に彼女に完全お任せというか、うんうん、まあ、もちろんその中で今回こういうものをこういうものをなんか出したいから、はい、こう料理にこういうのが合うと思うんだけどこういうのに変えるからちょっと試飲してみてとか、うん、はい、なんかそういうのはありますけど、基本的にはやっぱり僕は彼女のチョイスする日本酒がやっぱり好きなんで、うん、はい、なるほど。なんかそれでなんでしょうかね、あのたくさん そのパリのお店では、はい、ワインを置いてないって聞きました。そうですねそれも特徴、大きな特徴です。そうですね、それはなんか料理にっていうのもありますし、うん、やっぱりワイン出してシャンパン出しちゃうとどうしてもそれが出てしまうんですよ。ああ、はい、なるほど、うん、でもやっぱり最初のコンセプトがこうちっちゃい酒蔵でもやっぱりこうプライド持って、うん、こだわり持ってもう本当にこう身を削る思いで作ってる杜氏さんってやっぱりいっぱいいるんですよね、うん、はい、でその人たちのこう情熱の入った日本酒をやっぱり海外で、うん、ちゃんとしたこう本物の日本酒を伝えようっていうのがコンセプトなんで、そこでやっぱりこうワインとか
こうシャンパンを置いてしまうと、はい、そこはもうあの僕らの使命じゃなくなっちゃうんで。そうなんだ。そうなんです。最近はあの札幌のお寿司屋さんの方がワインね置くの当たり前になってきましたけど。そうですね。そう特にまあ向こうとはまあ逆で、はい、僕は勝手に帰ってきてでも、もうフェアはまあ皆さんにお会いできるのも楽しみなんですけど、はい、やっぱこう向こうからね実際そのワインをちゃんと空輸で送って、うん、まあ本物のちゃんとしたこうフレッシュ感も楽しめるような、うん。ワインをこうやっぱりお寿司とこう楽しんでもらうっていうのも、そうですね、札幌のお店では、はい、そうですね、札幌のお店は丸山も寿司の方も、うん、こっちは逆にこうワインとかを中心に揃えてるんで、まあ、もちろん日本酒もジンと同じラインナップで、はい、そうそう、ね、この間のねジンコースでお料理が変わるたんびにやっぱちょっとずつ私いろんなお酒をちょっとずつ頼んだんですよ、はいはいはい、もうねやっぱりそれをお酒が新しいお酒を選ぶときにお料理出てきてあの時間の楽しいこと、そうですね、もう次から次へと本当にこう料理と合うお酒が飲めるってね、はい、両方美味しくなりますよね、うん、いや本当にそこは相乗効果だと思いますし、うん、まあ、あとはそのお酒の種類だけじゃなくて、まあ、温度だったり逆にこう食べ物の温度とのこうマリアージュだったり、はい、これは缶でとか言われる高めの缶でとか、はい、そうですねやっぱその辺もやっぱり向こうにで普段はあの向こうではワイン飲むんで、はいはい、もちろんフレンチも食べに行きますし、はい、まあ、その時 の, そのやっぱり向こうのソムリエさんのこうワインの出し、うん、提供の仕方とか、うん、まあ、こう引き出しもやっぱりすごい多いですし、その辺もでも同じやっぱり醸造なんで、はい、その蒸留酒ではないんで、うん、同じこう日本酒とワインのこう作り方で共通するところもあるんですよ、うん、はい、うん、だからこううちのソムリエにも言うんですけど、まあ、そのもっと日本のソムリエも日本酒を飲んで逆に日本酒をやっぱりワインのようにこう表現してお客様に提案していく、はい、で温度こう温度帯高いもの低いもの、あ、その辺なんか酸味の低いもの高いもの、うん、辛いものとかをこうやっぱり食べ物に合わせてこう、うん、やっぱり飲み物もそういう一つのコースで提案していけるとお客さん的にはやっぱりすごいこう楽しいですし、いや本当、はい、私ワインなんか詳しくならなくていいと思った、お店の店に勧められたのそれはまた飲もうと本当思いましたね、美味しいお料理をいただきましたけれども、はい、そんなわけであのパリとはご縁がありましたというタクさんですけれども、それではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃん。